Y2K、 何 Y2K ってってやつ Y2K。 こんな CM やったよね、あれ。なんだっけ、めっちゃ聞いたことあるぞ、あれ。それは YKK、 あのタラタタンタタタタンタンってやつ、あれ、あれ、あれは YKK か。窓か、窓か、あれなんだっけ、あれね、窓な気がするわ、めっちゃ窓な気がするっちゃけど、 Y2K を00年、あー2000年、いやー2000ってこと、 2K ってことは、そういうこと、すっごいわ。あ、YKKAP、 それそれそれ、ねえ、出てて YKKAP、 それやわ、クソ懐かしい、それや、それ。いや、今の俺多分めちゃくちゃ似とったと思うよ、ちなみにやけど、めちゃくちゃ似とった自信あるよ。 YKKAP 調べていいよ、俺一回流しちゃうわ。タバコが、待って、音楽止めたら裏でバロラント流れてたわ、気づかなかったんだけど。タバコが美味しい理由はベロがバカになってるからだよ、最高だろ。 YKKAP 絶対にこの CM や、 CM。 え、これってさ、どこら辺で流れてたっけ、これ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 、 YKKAP、 これや、これや、 YKKAP、 これです。すげえ満足した。ほとんど正解やろ、よかった、俺自分の耳が正しくて聞くよもやったっしょめちゃくちゃ懐かしいわ、これって。そんな昔の CM だったっけ、全然最近だと思ってたわ、終わってんな、俺当時まだ精子でわかんない、マジかよ、立派な精子になっちゃって、もう今は出す側やもんね、そっか。あれって何年前くらいなんだろう、坊主になった、あ、全然坊主じゃない、ごめん、結んでるだけだった。え、ね、俺もそんな前のイメージなかったわ、でもこの感じ結構前っぽくない、あ、髪もごめん切ってない、フィリピンから、あ、ごめん、普通に俺仕事あるそう、すまんな。スライド、ストライド、ストライドガム、めちゃくちゃ懐かしい。ストライドってあれやろ、このバレンシアガの財布みたいになったガムやろ、めちゃくちゃ懐かしいわ、あれめちゃくちゃ好きやった、ストライド。これはスプライトか、いや、俺はウォータリングキスミントが一番懐かしい。ウォータリングキスミント。懐かしい、あの CM。大好きやったな、ウォータリングキスミント。名前良すぎるだろ。普通に。ネーミングセンスが100万点やもん。ウォータリングキスミント、そんな、ブリーチの敵キャラみたいな名前。めちゃくちゃ良かったよな。あ、誰だったっけね。フィッツね。いや、フィッツはもうちょっと新しいもん。もうなんとなくフィッツはもう俺の中でガム界の CM ではかなり最新の方よ。いや、ウォータリングキスミントがマジでやっぱ良かったよね。そう、びしょ濡れの唇最高、食いまくっていつも下痢だった、あれいっぱい食ったらお腹緩くなるって書いてあった気がするわあれで本当に緩くなるやついたのか、珍しい。知りとるね、懐かしいよマジで。学校シリーズの、あ、3年 A 組みたいなやつ、なんとか先生バリ懐かしいな。ガム自体がさ、キシリトールがお腹よくない、そうなんだ。たーけたーけたけるーやろ。めちゃくちゃ慣れ慣れしいよな、下の名前で。のーぞのーぞ、のぞみー。佐々木さんって家。佐藤さんって家や。ドルイチ出た。うっ、ブル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 。お前ドルイチ好きよね。よくやらん。俺ら。のルブ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 ル。あ、大好きやわー、ドロリッチの CM めちゃくちゃいいよな、あれな、ポンニュポンニュポンニュみたいなやつあったよね。うわ、クソ好きやん、ドロリッチ、めちゃくちゃ懐かしいあ、おしおし絶対あった、そんなのこの世のオノマトペ全部出てたからな、そこに認知されてんのかな、うん、あれバナナ、あ、そう、いろんな国のね、いろんな国の多分ドロリッチを言っとったのか知らんけど